今ですね、もう体がめちゃくちゃ痛くって、特にここがね、ここが超痛いんですよ、今。まあそんなことで始めていきましょう。で、改めましてどうも、ハイチーです。なんでね、体が痛いかっていうとですね、3年ぶりかな?ジムに、通い始めまして、では、その話をね、ちょっとしていこうと思うんですけど、ひょんなきっかけだったんですよ。もともと、まあ、ジムに行かなきゃなとは思ってた。行かなきゃだな、と思ってて、まあ、これは人間ドックの結果が返ってきたんですけど、まあ、去年より太ってたわけですよ。で、去年でも痩せなきゃいけなかったのに、さらに太ったのね。まだメタボは、該当せずだったから、ギリ良かったんですけども、そろそろ危ない、本当に。ってぐらいに、もう普段ね、すごい気痩せするんですよ。もう気痩せスキルがね、高校生の時から身についてて、そのスキルによって生き延びてきてるんですけど、本当にね、もう脱いだら逆伸びでやばいっていう、ね、体験をしてるんですが、でね、ひょんなきっかけだったんですけど、その、自分今、整骨院に通ってるんですよ。で、その整骨院の先生が30歳、31歳かな?結構、年が近い男性の方で、結構仲良くね、してもらってて、で、その先生がね、ジムに通い始めたと。なんか、どんな感じですかみたいな話をしてたら、結構、まあ、いい感じ、カジュアルに通える。あのね、すごいいろいろ設備があるんじゃなくて、設備が少ししかないの。で、ちょっと運動したいみたいな、ちょっと筋トレしたいみたいなのにちょうどぴったりだよっていう。あ、俺じゃないかと。まさしく俺だと思って、で、その、施術を受けるじゃないですか。受けてる時に話を聞いてたと。あー、今日気になるなーって思って、で、その足で行きました。その足で、見学しに行って、その場で入会して、で、ちょっと準備してなかったから、後にちょっと着替えて、後で、まあ、その日に通うって、で、通い始めたんですね。で、まあ、今回なんでそんな話をしてるかっていうとですね、まあ、皆さんも、その、きっかけはいろいろあると思うんですけど、例えば、YouTuber さんのね、普段はね、わーってやってる YouTuber さんがたまに真面目トークとかするとさ、あ、この人にもこんな一面がとかいろいろあるじゃないですか。キュンとする瞬間とかあると思うんですけど、まあ、テレビでも、まあ、芸能人の方でも、歌でも何でもいいんですが、いろんなきっかけでみんなが、私も頑張ろうみたいな思う瞬間ってそんなに多くないよ。多くないけど少なからずあると思うんだよね。これから、これ今までもあったと思うし、これからもあると思う。で、その時にすぐ始めますかっていうのがすごく大事なの。これ覚えておいて。すごく大事。あのね、人のやる気とかその燃え上がる気持ちっていうのはめちゃくちゃ冷めやすいの。めちゃくちゃ冷めやすい。だから、頑張ろうって思った時に、明日から頑張ろうじゃなくって、今から頑張んなきゃっていうのを頭に留めておいてほしい。これは勉強だけじゃなくって、仕事でも全く同じ。ただ、タイミングもあるじゃん。例えば自分はさ、たまたまね、その施術受けたのが午前中だったわけ。整骨院行ったのが。だから、ジムにそのまま行くことができたけど、ジムが閉まってる時間、例えば夜の12時とかに動画見ててさ、あ、俺も筋トレして痩せなきゃって思ってもさ、ジムに入会できないじゃん。それはしょうがないよね。しょうがないけど、じゃあ明日きっちりちゃんと行くために、何時に行くよって具体的に決めるの。明日行こうじゃなくて、明日の10時に行くために、8時に起きて9時に準備して、9時半に家を出て10時に行く。よって具体的に決めた方が行動はしやすいよね。だからみんなもそうね、気持ちが燃え上がるというか、何かの瞬間、別にして勉強にやる気になっただけじゃなくてもいいの。例えばこれに興味あって今日のやってみたいな、将来の夢が分かんないけどね、いろんなことに興味を持った瞬間、燃え上がった瞬間に行動できることはすぐ行動するっていう、そういう習慣をぜひつけてほしい。明日からダイエットするぞって思って、そのね、あの体型に私もなるんだとか思っても、次の日にはあ、ちょっとめんどくせえなとかと思い始めちゃうんでね、もうそれ思い始めたらもう始まんないから。で、それで、しぶしぶ行動したとしても、はぁ、めんどくさいって気持ちがもう先行してるからさ、続かないんだよね。人のチャンスとかさ、そのまま燃え上がるきっかけとかわからないけど、そんなはね、たくさん落ちてないんだよね。本当にレアなの。だったら、たまたまね、そのレアなとこに巡り合ったんだったら、やっぱりチャンスは生かさないと。すごくもったいないと思うので、ぜひね、そう何かに燃え上がる気持ち、今もしかしたらやる気ねえな、何もやりたくねえなと思ってるかもしんないけど、それが一生続くわけじゃない。いつかは何かのきっかけで、よし、やろうって、俺も私も頑張ろうと思う瞬間があるから、その時をしっかりチャンスをつかむっていうのを、ぜひね、頭の片隅に置いといてください。